ケリーブルーテリアは、アイルランドのケリー県原産のテリア県種である。アイルランドの正式な国県としても指定されている。その生い立ちははっきりとは分かっていない。少なくとも18世紀頃には、県種として存在し、アイリッシュテリアやロズベリーテリアなどを掛け合わせて、作り出されたと考えられている。後にロズベリーテリアの子孫である、ベドリントンテリアの地も加えられた。 主にネズミやカワウソなどの小動物を地中で倒す、地中猟犬として使われていたが、番犬や森畜犬としても働いた。猟犬としては、ネズミやカワウソを地中の穴に誘導し、追い詰めて戦い、倒して、主人の元へ持ってくる働きをした。番犬や森畜犬としては気を緩めず、不審者には激しく吠えて、飛びかかって退散させる役割を担っていた。 ややきつく有毛果敢な性格は、このように作業犬として使われていた時代が長かったことを物語っている。ショードックとして原産国で初登場したのは19世紀のことで、美しいブルーのコートが一目を引き、たちまち人気の犬種となっていった。一時はアイルランドで最も人気の高い犬種の一つであったが、その流星は長くは続かなかった。気象の激しさが、 特に強かったことなどが不評を買ったほか、第二次世界大戦が勃発したことによりその数は大幅に減少し、希少化してしまった。戦後は性格面を含めた改良が行われ、少しずつ人気を取り戻しつつある。アイルランドではごく普通の犬種だが、原産国外で飼育されているものはあまり多くない。日本でも少し珍しい犬種であるが、 ほぼ毎年国内登録が行われている。2007年度の国内登録等数順位は134位中101位であった。国内にブリーダーも存在し、およそ25万円程度の値段で販売も行われている。全身をカールした羊毛状のコートが覆っている。毛色はその名の通りブルーに限定されるが、生まれた時の子犬の毛色はブラックで、成長すると徐々にブルーになっていく。 このコートは特有のクリップによってトリミングが施され、口ひげを長く残し、体全体を少し短めにカットする。瞳の色は琥珀色。耳は半垂れ耳尾は先の曲がった垂れを。足は長いが、地中でも地上でも害獣を駆除することができる優れた狩猟能力を持つ。対抗は、 オス46から 50cm、メス44から 48cm で、体重はオス15から 18kg、メスはそれよりもやや軽い中型犬。性格は、クールでマイペース、短期で喧嘩っ早い。家族に対しては、友好的で従順だが、それ以外の人には懐かず、しつけも頑固なため入りにくいが、状況判断力が優れている。警戒心が高いので、 番犬としても優秀である。テリア犬種であるため特有の気の荒さ。テリアキャラクターを持つが、それと同時に、好奇心が旺盛な性質も併せ持つ。このため、主人の知人であるならば、遊びを交えることによって交流を行うことができる。運動量は普通で、かかりやすい病気は癌などがある。ありがとうございます。